本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。さあ出発です。前にいますです。
子選手。今落ちてた。何くれるの？最高のチョイスだよ。あ、そうだ。私、先生にプリント運ぶように言われてるんだった。ありがとう。それじゃあ行こっか。いやー、助かっちゃうな。あなたって頼りになるね。だからリーさんだっけ、天使の人もあなたを頼ったのかも。天使
それに悪魔か。実際どうなの？悪魔問題順調？したかな。お城？お城って壁だね。壁に何かいたの？あれ？うん？変なの。まあいつまでも話してても仕方ないし、早いところ職員室行こっか。先に行ってるね。確かに七子様の影、おかしかったですよね。あの形、まるで悪魔。もしかしたら七子様は悪魔に取り憑かれているのかもしれません。でもそうだとしたら悪魔の気配を感じるはずですし。マスター、七子様のことはしっかり見ておいた方がいいと思いますです。それでは参りましょう。我が社の未来はマスターの双剣にかかってます。前にいますです。移動完了です。
しい。現実の賭けを。
マスター、私考えてみたのですが、やはりナナコ様は悪魔に取り憑かれていると思われます。しかし普通の取り憑かれ方とは違うのも事実。念のためここは天界に伝わる強力な悪魔払いの儀式を行いましょう。大丈夫です、おばあちゃんに教えてもらった我が家自慢の神聖な儀式ですから。ではマスター、ナナコ様を電話で呼び出してください。私はその間に儀式の準備をしておきますので。